安倍吉都氏は日本のイラストレーター、漫画家、東京都目黒区出身、東京芸術大学美術学部日本画家卒、同大学大学院美術研究科修士課程会が専攻日本画家終了。父は囲碁騎士の安倍義輝。姉に同じく囲碁騎士の岡田由美子がいる。2011年11月11日、同業者の女性と結婚。右の通り名前の 基地の字は、であるとして、本人もそう名乗ってきたが、婚姻に再子戸籍を確認したところ、出生当時には、当該の字は、登録不可となっており、一般的な基地の字で登録されていたことが判明した。作家活動においては従来通り、の文字を用いていくことを表明している。影響を受けた漫画家に、近藤陽子を挙げている。父の影響で、 衝撃士を目指すが、小学6年生の時に PC-6000 に出会い、プログラミングに触れる。高校時代は漫画研究会に所属し、映画撮影の手伝いなどをしていた。先輩の漫画の手伝いをしたきっかけで、19歳の時に絵を勉強しようと考え、代々木造形学校に通い絵を習い始める。鉛筆デッサンが好きで、日本画を選択。合格するまで、 日本画がよくわからなかったという。大学在学中に描いた漫画が月刊アフタルーンで入選。90年始め、自作のイラストをネットに公開し、そこから仕事の依頼が来るようになる。同時期、ネットで知り合った作家との共作導入し無敵、k ファイヤーに参加。都市のビルを描いた大学卒業制作は三菱重工業が買い上げたという。 2021年8月7日から日本橋のスペース海岸にて安倍基地と市原画展売は連盟とその周辺を開催。ありがとうございます。